ひろゆきさんがもし911のような事件に巻き込まれたとき、どういうことを取りますか？相手は銃を持ってないんですが、ナイフ的な武器は持っていて、コックピットは占領されている前提で。血気盛んな人を盾にしますね。そのまあ911 の、 あの飛行機が占領された状態で、そのパイロットのところにまあ犯人がいて、で客室にも銃を持ってる人がいるっていう状態で、ただ銃って基本的にはその1回のターンで1人しか殺せないんですよ。で、まあ、連射できますっていうタイプだとしても、せいぜい 2,3 人しか殺せないので、要は5人一緒にせーので襲いかかったとしたら誰かは生き残るんですよ。なので、そのこのままだと死ぬよねと。なので、せーので襲いかかるっていうのをやろうぜっていうのを4人ぐらいの人に言って、で、その要は襲いやすい状況で、客室の中に自分たちからその廊下側の方に行くと、廊下っていうところ一列になってしまうので襲われてしまうので、なので奥の方でトラブルを起こしますと。で、トラブルを起こして客席のその間の廊下を通ってこなきゃいけないじゃないですか、銃を持ってる人は。で、通ってくる状態で両側から突然押さえるっていうのをやると、自分、いや僕が要は客室、客席側ね、で客席側でここの廊下を犯人の一人が通ったとして、でこっち側に集中してるので、銃口さえ押さえちゃえば自分が撃たれることはないんですよ。で、多分こっち側の誰か撃たれるかもしれないですけど、っていうので、ただ撃った瞬間に反対側からも押さえてくれる人がいれば銃奪い取れるんですよ。で、銃奪い取りさえすれば、とりあえず自分が死ぬことはないじゃないですか。で、その後その犯人撃ちます。で、銃撃戦になる可能性があるんですけど、で、銃撃戦になる可能性があっても、僕は銃を持ってるので自分が死ぬ可能性はほぼゼロになるんですよ。もし僕が死ぬときは飛行機が落ちるとき。で、銃持ってない場合って、撃たれたら、まあ、撃たれたが死ぬじゃないですか。でも、銃持ってる場合は反撃できるので、自分は死なないっていう状態になるので、で、その後に、誰が銃を持ってるのかわからない状況にします。要は、僕が銃持ってるって分かっちゃうと、僕の方に弾撃たれちゃうので、なので、銃をちゃんと隠すのと、あと、飛行機って、椅子がこう縦に並んでるので、ちゃんとしゃがんで、こそこそと匍匐前進をすると、横移動できるんですよね。で、その銃を持ってる人が横移動してるときは、僕たちのために戦ってくれているんだって、割と乗客は誤解をしそうじゃないですか。単に僕は自分の元にいる場所にいると、あいつが奪ったってバレてるから撃たれるから逃げてるだけなんですけど、で、そうじゃない形で移動するのと、誰が銃持ってるかわからないように他の人の上着を借りて服を変えるとかやると思うんですよ。要はこういうやつが銃を持ってたっていうのを、上着の色とか髪の毛の色とかで結構人って認識するので、なんでその帽子をかぶって上着を変えるってやると、誰が持ってたのか分かんなくなると思うんですよね。なんで銃を隠した状態で客席にずっといるってなると、逆にどこに銃があるか分からないので、犯人側が客席に来れなくなるんですよね。っていう感じで、ちょこちょこと、格好撃破していくんじゃないかなと思います。